って、まあ、世界的にテロじゃないですけどその関連のも多いですし、それ以上に韓国関連の技術情報がやっぱりすごいよね。仮想通貨関連はまあさすがに土日月ぐらいになるとちょっと薄くなって、イーサリアムのハードフォークがまあ延期になってちょっと身を引き染めた一方、やっぱビットロン関係がどうしても個人的には熱いよね。はい、2019年1月20日本日ピックアップしたニュースを紹介。まずは韓国チェンチョンプクトがチェンチョンプクト警察へドローン無償貸与協約式を22日に行いますよ。いや、要は簡単にドローンを無料提供するっていう話です。日本円換算にするとこれどんなもんでしょう。ざくっと500万ぐらいじゃないですかね。装置があまりに高価で必要にあった使用の製品を海外から取り寄せるのにかなりなんか時間がかかったそうで、まあ、もちろん利用目的は行方不明者の調査や人員がかかる災難災害現場に投入する予定だそうで、まあ、韓国やってることが本当パないよねという感じで。はいはい、次、韓国仮想通貨取引所コインゼフトの全算エラーで平均400万ウォンで取引していたビットコインが18日6時30分頃、韓国時間でしょうね、5万5000ウォンまで急落した事件がありましたと。内容はコインゼストの WGTG トークンをエアドロップする過程で大量の仮想通貨を誤って入金し、一部の会員が引き出す際にコイン相場に影響出たそうで、コインゼスト側はトークンを手動で支給している最中に発生した問題あるだけだと釈明し、代表は全算エラーで顧客に心配した点は誠に遺憾であるとし、二度とこのようなことが発生しないようシステムを強化すると締めくくりましたと。まあミスはあるので頑張ってシステム補強して顧客もミスするのでお互いにやっていきましょうということで。はい、次、同じく韓国のニュースで科学技術研究院 KIST が鳥インフルエンザ AI ウイルス判断キットを開発しましたよと。本日付のニュースですね。既存の診断キットに比べて感度が1000倍ほど向上し、ウイルス区別判断できるそうで、内容は電気信号式の半導体バイオセンサー搭載したとの理由だそうである。この科学技術の本当に分離したここのいろんな部署というかあれの研究チームは本当これやったことパないよね。これこのメディア地味にこういうとこ上げてくれるで私好きなんですよ。はい、では次、同じく韓国ニュースで科学技術情報がドローンの未来をリードする革新的技術開発事業に今年約73億ウォン投資すると本日ですね発表しましたよ。2つのプロジェクトがあって、1つは科学技術情報通信が産業通産省と国防省とドローンロボット協議会を運用する予定と、150メートル以下でドローンを安全に操作できる2つの研究支援しますよ。当然今年 5G 通信が実用化される段階なので市場先取りのためにも政府が後押ししますよと公表しましたと。韓国本当マジパないねこれ。はい、次、このメディア最近この右下にテレグラムの広告入れやがって、これ消せんのですよなかなか。はい、それで18日付の話なんですけど、仮想通貨のトロン TRX と最近にぎわしているトロントファイル共有プラットフォームのビトロントが主催で行ったニトロンサミット2019でキーフ CEO ブライアン・ウォンが近い将来にトロンと提携した脱中央オンライン広告を公表しますよ。要は昨日も言及したビトロントの統合トークンですわね。今回この現地時間で17日から18日にサンフランシスコで行ったこのカンファレンスはかなり盛り盛りな内容で、まあ、特に個人的にビットロントに注目しているある一方、この記事はなかなか他のとこは取り上げてないんで結構おすすめですよね。特にカンファレンス関連の個人的発言とかのまとめっていうのはなかなか当日次の日にガッてまとめて出すのはメディア的に完全取材しないとなかなか難しい反面あります。まあ、どれだけ手の早い記事を書けるかというところで、まあ、ビットロン期待しますよということで。はい、次、18日付の中国現地時間で中国共産党配下の経済専門メディア経済日経が仮想通貨の購買率なレバレッジ取引に惑わされないようという論評しましたよって、まあまあいわゆるポジ記事ですわね。レバレッジだろうが金利がかかろうが判断するのは結局は個人ですからね。無知だから悪いというところで、まあ若干ポジ記事ではないかなって。値段がなかったってここら辺を取り上げたのかなんか関連があるのか分かりませんけど。はい、次、はい、日本の東北大震災ニュースで土曜日に岩手県大槌町の旧市庁舎建物の解体
作業が始まりましたよ。これは木曜日に盛岡地方裁判所が作業を中断する愛玩を却下したため行われましたと。私ね、ここ通ってるんですよ。ほんと左を二度見するぐらいすごいショッキングな光景でした。これは最後に相反するコメントで締めくくります。街が生まれ変わるがこれが最初のステップですと。80代の住民が解体工事を見ながら見た一方、この街に住む64歳の女性は、建物が破壊されるのは悲しいことだ、しかしそれが消えたら災害を忘れられるだろうと述べたそうで、なかなか重いけど、まあ前へ進むしかないよねって、ちょっと感傷的になるニュースでしたね。はい、では次、きな草ニュースですけど、ジンバブエの燃料価格に対するストライキの間に発生した亡くなった方々は12人まで増加しましたよって。まあ世界はいろいろありますということで、目を背けないようにという自分への戒めを込めて。はい、次、韓国ブロックチェーン決済システムスターペイが外食オフライン決済サービスを拡大しますよと。スターペイはスターウォレットアプリダウンロードしてチャージし支払いする方式で、店頭にある QR 決済で簡単決済が可能ですよと。そして今月17日からソロ5つの売り場を皮切りに全国まで拡大導入していく計画で、スターペイ決済最大 10% の常時割引を提供しますよと。いやいや、韓国も地味にこれいろいろやってますよねということで。はいはい、それでは次、ガソリンとディーゼル燃料の価格を引き上げるフランス当局の意向がもたらしたデモによって、昨日付ですね、パリ警察がデモ中の42人を逮捕しましたよと。まあ意外に知らないだけでこんなこともありますよねという、全くこれの関連のこと知りませんでしたということで。はい、次、仮想通貨取引所でおなじみのバイナンストークン BNB がここ1週間で約 18% ほどの上昇しましたよ。確かに私毎日最近上位10は相場見てるんで、バイナンスが上がってきたなというのは、時価総額的に12、13位で見てるでわかるんですけど、相場へ行くとこんな感じで、日足 25MA 抜いてローソクは上、99MA は右下下がりの一歩、乖離が近づいて、明らかに上位10トークン、特にライトコイン、ステラ、トロン、カルダノ以外とは違った動きして、まあ長期的にはこんな感じで、まだ週足のトレンド回復は見込めないですけど、この辺りでもうダメかなって感じましたかね。夏頃かな、うん、ここら辺で撤退したかな、ここら辺タッチしてくればもう一回ぐらいあるのではないのかなって。はい、では次、サファイアテクノロジーがレイディオンの RX570 ビデオカードを開発しましたよって。これは中国のマイドライバーによると、このビデオカードはゲームアプリ用ではなく仮想通貨マイニング用に開発されたのことで、特に仮想通貨グリーンをマイニングするように設計されていますよと。まあ開発は進めてほしいですけど、そこら辺の採算はどうなのかなって。まあ採算気にしたら開発研究なんてできませんけどねということで。はい、次、これは本日付ではないと思うんですけど、中国ブロックチェーンセキュリティペックシールドが、現在ブロックチェーン業界最大の問題はセキュリティ自己発生のリズムが非常に速いとして、ブロックチェーンセキュリティ問題を説明しましたよの内容は、現在のブロックチェーンセキュリティはアタッカーの勢いが防御者、要はハックされる側よりも強いと。特にブロックチェーンエコノミーはまだまだ未熟なため、詐欺コインとマルチレベルのコインを選び出せず詐欺事件が発生していると。要はハックが多発と。これによって仮想通貨エコノミーに不利な世論を巻き起こしていますよと。要は昔の映画にあったけど、守られる方より攻める方が強いということですよね。じゃあ攻めればいいじゃんという感じで、まあ技術開発はやっていきましょうということで。はい、次、サウジアラビアとアラブ首長国連邦が2国間を強化するきっかけとしてデジタル通貨を発行する計画を昨日ですね、発表しましたよ。これはドバイのスプートニク記事で、日本版とかでは多分自分は見た覚えない一方、まあ信用していい筋のニュースでしょうと。まあパイロット段階ということで、プロトタイプがどこまで行くんでしょうねということで、期待はもちろんしていますよ。はい、次、アメリカトランプ大統領が昨日ですね、土曜日、デラウェア州のドーバー空軍基地の式典に出席して、先週ですね、シリアのテロで亡くなった4人のアメリカ人遺体を受け取りましたよと。写真の通り、大統領は被害者の家族と話した内容は、大統領としてやらなければならない最も難しいことも知れないと述べたそうで、まあ自分が選んだ生き方なら全うしてくださいと。はい、そんな感じで、次、ロシアが北極地方の気象予報と気象環境のモニタリングのために衛星アトランカ M の打ち上げを予定していますよと、ロシアの宇宙産業情報関係者がスプートニクに語ったそうで、こういうニュースをスプートニクはなかなかあれですもんね、日本版では上げてくれないということで、はいはい、意外にマイナーニュース流していますよということで。次、
韓国科学技術情報が2022年までの4年間の間に緊急構造インテリジェント精密測位技術開発事業に約72億ウォンを投資しますよと今日付けの話ですね。科学技術情報と警察消防庁が去年企画した協力研究開発事業の一環です。内容は犯罪と災害時に迅速な救助活動のために 3D の位置情報の開発に着手しますよ。要は緊急災害時、犯罪なんかも含めて現場へ駆けつける際の位置範囲が100メートル以上の誤差が出ているそうで、これを 3D 位置情報技術を高めて AI 組み合わせ50メートル以下の位置測定誤差範囲に減少する計画ですよと。警察や消防庁も含めて、これ韓国本当やっとることパないね、マジで。こうやって上げるメディアもあるからやっぱパないよね。はい、ではオーラ。仮想通貨取引所ビットメックスが、まあ主に中国投資家に向けてフィッシングサイトを警告しましたよって。この写っている写真のサイトは全て詐欺サイトで、2段階認証を有効にするのは当然で、詐欺サイト見つけた場合は速攻で報告してくださいよと。まあツイッター関連有名になればなるほど偽物がゴロゴロ増えてくることで、本当真剣に気をつけましょうということで。はい、まあ意外に少ないと思われた日曜日、実はいろいろあって、まあ世界的にテロじゃないですけど、その関連のも多いですし、それ以上に韓国関連の技術情報がやっぱりすごいよね。仮想通貨関連はまあさすがに土日月ぐらいになるとちょっと薄くなって、イーサリアムのハードフォークがまあ延期になってちょっと身を引き染めた一方、やっぱビットロン関係がどうしても個人的には熱いよね。まあ宇宙関連、ロシア関連なんかもいろいろありますし、まあテクノロジー、仮想通貨、ブロックチェーンなんかをまあロシア語、中国語、他の言語あたりに幅広げてもっと読むサイトを増やしていこうかなと考えている限りです。はい、そんな感じで以上2019年1月20日本日ピックアップしたニュースの紹介でした。そんな感じで終わり。